とはないかと。ネットをつなぐものですよ。本当に見てれば。本当に見てれば。ネットをつなぐもの。で、モバイルルーターとは何か。ネットをつなぐものです。外でね、これ、別に 3G 回線なので使うつもりもないですし、また全部、一つ一つこれもパケット入ります。これもパケット入ります。で、これもですね、全部モバイルルーターっていうか、見えるかな、これでですね、見えるかな、なんかちょっと、ここに Wi-Fi と書いてあるんですけど、これもですね、この iPhone 4S、Apple のスマートフォン、で、ドコモのメリアス、これもですね、全部、モバイルルーターというか、ちょっとあんまり使わないんですけど、iPhone 5だけなんですけど、当時はね、ちょっと懐かしいかな。これもう、通知もできないし、死んでる携帯。これがね、仕事用の携帯で使ってたんですよ、これ。これね。これはね、どうなんて懐かしい。中古で買ったんですけどね。これはね、一応動くんですよ、電源入れれば。はい、電源入りましたね。SIM カードが入っていませんっていうのが出ると思う。はい、SIM カード入れてくださいという。eSIM カードエラーという。こういうやつもね、懐かしいものっていうことで。今回はですね、こういうやつ、一つパケット入ります。一つ5460円なのが1万円です。なので僕はね、全部モバイルルーターで賄うという方法で、たわけでございます。なので、今回は、どこのモバイルルーターがね、どういうの使っているっていうのは、あんまりね、アップしたくないっていうのは、一応、プライバシーということなので、こういうのね、全部、ドコモのモバイルルーターで、賄っちゃうっていう方法です。こんな感じかなっていう感じなんですけどね。今回は、モバイルルーターと、上のルーターについて、ご紹介をしましたということですね。はい。では、いつなのかわかんないけど、またアップしたいと思いますね。かもね、難しいんで、瀬戸康史さんとかね、秋葉仁さんとかって顔出してますけど、そんなね、なぜ急に YouTube アップしたいかと、するかと思いますけど、趣味でね、動画、僕、出してるんで、